次の四死球を守っているのはアイオリア。沙織さん、アテナに忠誠を誓っているアイオリアを四死球を通らせてくれるはずだ。よし、貴様には僕です。待ってくれ、アイオリアは俺のことを知っているんだ。嘘がつくなら、もっとマシな嘘をついたらどうだ。嘘なんかじゃない。やはり忠誠もらえないのか。反逆者の言うことも聞こえない。アイオリアは誰にも本当のことを言ってないのか。緊急救に乗り込む前、俺がカシオスに言った通り、ちゃんと看病しててくれればいいんだけれど。せいや、お前は所詮この程度の実力、アイノリア様の相手にもならん。この四死球へ続く道がお前の墓場となるのだ。よし、ここは片付いた。アイオリアのところを目指さないと。せいや、アイオリア様のためにもここで死ね。まだやるのか。アンチャーには未だにアイオリア様に不信感を抱いている者がいる。暗躍者のお前がここで死ねば不信感もなくなるだろう。アイオリア様に勝って俺たちがお前の首を取る。くそ、もうすぐで四死球だってのに。Yeah!
ついていけ。ユリア様、必ずレイヤの首を。なんて青い空なんだ。サンクチュアリの国である星のドラペアに行ったこんな空だった。美穂ちゃんが必ず日本に帰ると約束したんだ。そのためにもこの12級を突破しなければ。日本のセイントがこんなにも強いとは。ここでアイオリアを見張っている。お前の相手をしてる。アイオリアを見張る、どういうことだ。アイオリアは逆賊アイオリア。そう簡単にアイツのことは信用できんだ。なんてことだ。アイオリアはサンクチュアリでまだ白い目で見られてるっていうのか。ケガだ、水星剣。ケガだ、流星剣。ケガだ、流星剣。まだまだ。よし。ケガだ、流星剣。蹴る奴はいなくなったはずだ。あれはまさか、シュンとヒョウガ。おーい、シュン、ヒョウガ。ヒョウガがどうしたと。お前はヒョウガじゃない。俺はブラックスワン。ということは。そう、俺はブラックアンドロメダ。ブラックファングネビュラ。キリュウが戦ったブラックペガスに続き、行くぜ。なぜお前たちが。ブロン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 
ブロンズセイント1人とブラックセイント2人まだまだお前も死んだと思うぞ。お前が死んだとなら教皇様もお喜びになる。教皇まだまだお前たちは教皇の命令で俺たちに何一体どういうことなんだ。ブロンズセイントは知らなくていい話だ。お話の時間は終わった。行くぞ。そんなもんまだ終わってないぞ。またこいつらと戦う羽目になるぞ。お前たちは俺たちが倒したはずじゃなかったのか。まさかブラックセイント全員を倒したつもりだったの。いいだろう、メイドの土産に教えて。そんなもの3頭目だ。お前らが日本アリアの接触隊で倒したやつだと別物なのだ。どうせそんなことだろうと思ってたんだ。駅からデスクイン島には大量のブラッククロスがあるって聞いてたからな。まだまだ見えて。ブラックブレザー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 。そんなものか。セイヤ、セイヤ、こんなところで諦め。ブラックファングネビラ、まだまだ行くぞ。ブラックファングネビラ、もう一度聞く。なぜ俺たちを襲おうとするんだ。他のやつに行くんだ。他のやつ、ブラックセイントはまだいるっていうのか。セイヤ、よくもブラックスワンを。ペガサス流星剣、まだまだ、もう少しで四死球だ。急いで四死球を越えて教皇の間にたどり着かないと。胸の不安は、まさか巨階級でシルの身に何か。キャンサーの火も消えかけている。シル、俺はお前を信じるぜ。ペガサスローリングチェン、ペガサスローリングチェン。セイヤのこの力は一体どこから。